言葉と意味の数学的構造今日はその第一部の「意味の分散表現論の系譜」の概略の話をしようと思います。で今回のセミナー「言葉と意味の数学的構造」の第一部では意味の分散表現論がどのように生まれどのように発展してきたかを実相と理論の2つの面から振り返ってみたいというふうに思います。第一部は次のようを考えています。 一つは、万丈の人間の呪いから、バート、トランスフォーマーまで。まあ、これはあの実装レベルの話ですね。で、第2章は、ディスコキャットの登場の話をしようと思います。まあ、ここでは、言葉と意味の構成性の問題を取り上げます。で、第3部は、ディスコキャットの変化。まあ、あのー、ケッダナがまあ代表的な。 あの人なんですけども少しあの立場とか変わってくるんですねその変化の話をしようというふうに思っています。第一章の「便上の呪い」次元の呪いから「バートのトランスフォーマー」まで,でこれは意味の分散表現にフォーカスして大規模言語モデルができるまで。 まあその実装レベルでそれが出来上がるまでのいくつかの取り組みをコンパクトに紹介しようというふうに思っています、これは実は、あの、今年の1月に行ったマルレクエアは意味をどのように扱っているのかというのを短くまとめたものですね。 で第2章のディスコキャットの登場はこのまあ第2章はまあ実践的な実装レベルの話なんですけども少し違った切り口理論的な面から意味の分散表現論にアプローチしたそういうものになっていますでここで取り上げたディスコキャットの最大の貢献は言葉と意味の構成性の問題に改めて焦点を当てたことをですね でさらにカテゴリー論的なアプローチを言語理論取り入れたそこにありますまあ、まあの別な意味であの今までその AI とか大規模言語モデルって言語学と接点を持たあまり持たなかったんですけれどもそのディスクキャットはあの言語学特にあのランベックチェムスキーランベックたちの文法理論に あの深く関心を持ってたというのも多分特筆すべきことかもしれません。でこれは実はその去年12月のまるで言葉と意味の構成性というのがあるんですがでそれを短くまとめたものになってます。で第3章の「ディスコ・キャットの変化」で特に「ケックとタイダーナを取り上げているんですけれどもでこれはまああの2010年に あのボブ・ケックの論文で始まるんですけれどもそのカテゴリー論的構成的分散意味論コディスコ・キャットですねその変化をあのボブ・ケックは、まあ、あの物理学者なんであの量子論的アプローチの方向に進んでいきますでただタイダーナイボラトリーは数学的アプローチをあのずっと取り続けるんです で,す、ね、でまあでも当然彼女もそれがろう論的にどういう意味があるかってことはよく知ってると思います特にあのまあ彼女の場合には大規模弦オードルに対してとかそれにまあ普通はあの多次元ベクターで意味を表現するんですけれどもそれをあの三度行列で表現しようと。 っていう話をするんで、まあ、密度行列というは基本的には漁師の状態と考えてもいいわけで漁師のことをあの全く無視してるわけではないんですけれども、まあ、ただ「ブキャッく」と「平いね」は今はもう違う2つの流れだと思ってもいいと僕は思っています。で今回はあのこここの第3章が実はセミナー全体、まあ、第2部第3部。 全体への導入、あのまあ、1章で実装、第2章でディ、あのー、スコキャットの理論の特徴を見て、まあ、だけどそれだけじゃ今の向き分からないんですよね。この第3章でディスコキャット、特に対談、あのー、内の理論に注目するっていうふうに話を進めて、それがあの今回のセミナーの。 目標になっていますで今回のセミナーは基本的にはタイダナエの2021年11月の論文「Language Modeling with Reduced d e n s i t というあの還元された密度行列で言語をモデル化するという論文これの紹介が主な目的ですで実はこの Reduced d e n s i t については あの2023年2月のマルレク水の行列ローで理解する確率の世界っていうのが実はそのレジス・トデンスティーってどういうものなのかを解説したセミナーになっていますのでぜひこちらの方をお読みくださいでんで大田内の議論に注目するかっていうのをいくつか理由がありますで先の論文のアブスラックの冒頭でこう言ってます この研究は今日の最先端の統計的言モデル、まあ、これは大ング語モデルと言われるものですね、がその性能において印象的であるだけではなく、より本質的に重要なことは、それが構造化されてないテキストデータの相関関係から完全に構築されているという観察から生まれたものです。 でこういう問題意識は僕はいいと思うんですよ。で、なぜならば彼女の関心は基本的には現代の大規模言語モデルの印象的な成功に向けられているんです。そういう意味では現実的、実践的な関心が彼女の研究のベースにあるってことをですね。その上、彼女はその大規模言語モデルが、まあ、彼,彼女やボブ・ケックが主導したディスト モデルととは少し違っってていいるることをよよく知っているんですよね行動化されたテキストデータの相関関係のまだそのことを言っているんですけれどもただその上であのその背後にあるまあ、だから大規模言語モデルには少なくとも理論的には満足していないんですねその理論を彼は彼女は探し出そうとしているでこれは面白いですね まあそういう意味ではまあよく分かんないけどオブケックはもうあまり今大規模言語モデルに関心ないように僕には思えます。で量子論的な言語モデルの方にずっと走っていってるんでまあそれに対して大多の議論は大規模言語モデルをあのどういうふうに理論的にあの捉えることができるかって問題意識をはっきり持ってる。それはあの 注目すすべきことだとだいいう,うに思いますでで僕はとても印象的だったのがあの論文の中であの彼女が次々問題を立てていくんですけれどもで、まあ、答えをあの焦ってるわけじゃないんです。もちろんあの答えの前には問題があるわけですけれども。 答えを見つける条件が成熟するというのは正しく問題を立てることができるようになるってことですね。でそういう意味では彼女は非常にあの正しい問題の立て方というか正しい答えにこう照準をきちんと合わせてというふうに僕には思います。でしかもそれは先ほど言いましたように極めてあの実践的で。 今、目の前で起きていることをちゃんと理論化しようということだというふうに思っています。で、まあ、こういう問題を立てるんですね。自然言語における表現の意味を捉える数学的構造は何か。自然言語の表現の意味。それはどういう数学的構造によって支えられているのか。で、この構造はあのコーパスを持ち、どの程度まで検出できるのか。 抽象的な概念とその相互作用を自然に掘り出す方法はあるのか。でこの辺はもうかなり抽象的な問題ですけど面白い問題ですね。最後はもっと面白くて論議と命題の連換どのようにしてもらうこれはまあ例えばシネガー語のレベルの話とエンタイルメントっていうまあ概念インプライじゃなくてまあ 何々ならば何々であるという関係をあの実は構造化された言語の相関の中でどう見つけ出すのかとこれは面白い問題ですね。でしかもそういう言語のその秘密というかその中にあの言語的なものと論理的なものの接点がどっかにあるはずだという問題意識は 多分、正しいいと思います。それはあの逆にですね数学論というか言語論じゃなくて数学論としても非常に興味深い問題数学的認識の基礎がどういう言語能力に関連しているのか言語能力なしで数学的能力を考えるのは難しいわけですけれどもそれはなぜかというような問題につながる問題の立て方をしているというふうに思います。 で、まあ、結局この論文では2つの問題が基本的な問題だと彼女は言っています。でどのような数学的構造が構造化されていないテキストデータには存在するのか。まあ実はディスクキャットは構造化されもうあれなんですね入力データ自身があの文法構造と一緒に貼り付けられてるんですよね。 でそういう意味じゃデスクキャットが扱う入力は構造化、文法解析が進んでいるデータですね。だけど、ここで言ってる構造化されていないテキストっていうのは文法がまだ表に出てこない。では文法は隠れてるんですね。あの大体なはそれはプロキシーだって言ってますけれども。まあだから、あの実は文法は RNL、ね、は。 簡単に簡単にっていうか驚くほど正確に文法構造を把握できるんだよね。だけどそのことをあのずっとただ乗りしてきたと僕は思ってるんだけど代表言語モデルの人たちはあんまりその構造、あの構成性はある意味ただで手に入るものだと思ってるような不思議があって。 でなぜ構造化されたテキストの中に言語的な構造があるって問題はあまり立ててないんですよね。これはそういう意味じゃ構造化されていないテキスト。でここがだからあの彼女の新しい視点だというふうに思います。もう一つはどのようにしてテキストの情報はカテゴリー構,、まあ、構造を維持したまま保存されてモデル化することができるのか。 でその理論的な根拠を求めているんですね。これもなかなかあのいい問題の立て方だしあの鋭い問題だというふうに思います。で先の論文はこれ単に問題されているだけじゃしょうがないわけで彼女はそれに応えようとして、まあ、答えてるんですけどこの2つの問題には明確な彼女なりの解答 結構いいい線をってると思う、まあ、それはあのー、その今回のセミナーの第2部第3部で第3部はもうちょっと実際にあの炭素のネットワークあの理論だけじゃなくてそれが実際に応用可能だってことをまあ彼女はいろんなこの論文だけじゃないです述べてるのはその中心は炭素のネットワークってやつを使おう って話なんですけどそれを紹介できたらいいなと思って、これはまだそこまで届くかどうか分かりません。で大事なことはあの彼女はこの2つの問題を立てて、それに数学的に答えるんですけれども、でまあ、それは結構面倒だから難しいですね、難しいと感じる人が多いと思います。まあできるだけ あのわかりやすく説明できたというふうに思っているんだまあ大事なことはですねその彼女の答えは数学的なものなんですが彼女が抱えている問題意識でこれはあのいくつか見てきましたけれどもそれはあのみんなわかるもうそれ数学出てこないですね彼女が言語とそのまあその意味の問題にどういう問題意識を持っているかってことはあのきちんとあの みんんななに分かかってもらえるんじゃないかというふうに思いとう思ますでそういう意味ではこの彼女のいくつかの問題意識は繰り返しあのセミナーの中で参照していきたいこれはまあみんな共有できる問題あの意識だというふうに考えています。であのー、明日からその,あのこの第1章第2章第3章って第1部の,あの細かい話に入っていけたらというふうに思っています。